アウグスト・ヘンドリク・ビンディングは、デンマークのピアニスト、教育者、作曲家。ビンディングは、ロラン島で生まれた。彼の父は、牧師で、デンマークの民謡を収集して編曲するなどしていた。ビンディングに最初に音楽を教えたのは父であった。ビンディングは、ライプツィヒ音楽院へと留学し、1847年には、カール・ライネッケから作曲の指導を受けた。また、 1848年から1851年にかけては同音楽院においてショッパンと交流のあったアントン・レイにピアノをニルス・ゲーゼに音楽理論と作曲を指示した。1856年にはライプツヒデの修行をさらに深めると同時にプラハでアレクサンダードライ食のレッスンも受けている。ビンディングの公のキャリアはピアニストとして始まった。彼は ヨーロッパ中の国々を演奏して回り、特にベートーベンとモーツァルトを専門としていた。中でもベートーベンのピアノ競争曲第4番は彼の18番だった。1864年、彼は JPE ハートマンの娘のクララと結婚し、ゲーゼもその姉妹と結婚した。ビンディングは1867年に、 コッペンハーゲンのデンマーク音楽アカデミーの教員となっており、私的にも教育活動を行うようになった。1867年、ビンディングは腕を酷使しすぎて痛めてしまい、演奏活動から身を引かざるを得なくなったが、彼はこれによって作曲に専念できるようになった。しかし、1881年には音楽アカデミーでの教員生活を再開している。 また1888年から没するまでには演奏会にも何度か登場している。ビンディングは1899年に64年の生涯を閉じた。彼の音楽は賛美歌を除いてほとんど忘れ去られていたが他の主要作品にも注目が集まりつつある。ありがとうございます。